こちらは台湾研究フォーラムです。本日は台湾の政党きちんとうの日本訪問団と一緒に2020年東京オリンピックでは台湾のオリンピック代表はチャイニーズタイペイではなく台湾の名前で参加させるよう訴える街頭演説、そして署名活動を行っております。どうぞ皆様足を止めて台湾の方々の演説に耳を傾けてください。続きましての弁士は同じく基進党の陳カレイさんです。それでは陳さんに演説をお願いいたします。こんにちは、我が新台湾人です。日本語わかりません。 So I will talk in Chinese after. 我来自台湾 I'm come from Taiwan. And 我今天站在这里一来是为了我们的台湾证明运动，但当我来到这个现场让我感受到的是我有满满的疑惑。为什么作为日本人的你们愿意这样支持着我们台湾的证明？在这过程中我想到为什么了。因为我们共享的是人权的价值，我们共享的是和平的价值，我们共享的是我们要一个不被中国压迫的世界，不被中国压迫的社会。面对着强权，面对着高墙，而我们总是站在弱势那边，我们总是站在鸡蛋的那边。在此我要感谢所有为台湾战胜、为台湾支持的所有的日本人、所有的外国人、所有人，我们共享的人权的价值。而我们今天站在这里捍卫着我们的人权，因为当一个人没有办法以自己的国家的名字来出赛，没有办法大声地喊出自己的国家，没有办法拥有自己国家该有的荣耀跟尊严的时候，他的人权就是被剥夺了，他的人格就是被抹灭在这个世界上，他不存在于这个世界上，因为他没有国家。而台湾甚至陷入在这个状况之中，中国打压着台湾，中国没收着我们国家的人权，中国没收着我们的国民。我们台湾 is not Chinese Taipei. We have our name and my name and our name. Our country is named Taiwan. So we refuse use Chinese Taipei. 我们拒绝用中华台北。事实上，国际认为的是中国的台北，中国的台北来出赛，因为我们台湾有自己的名字，我们台湾有自己的国歌，我们台湾要我们自己的尊严，要我们自己的荣耀。感谢所有日本人在此为我们战争，为了这个 petition 而支持我们。Today we stand in here, this moment, and I said, dear sisters and brothers, we are not just fighting for the petition, we are not just fighting for the movement, and we are not just fighting for the Taiwan independence. We want more, because we know China is taking our democracy, and China is trying to take our human rights.So we cannot let it happen. We should stop China. We should stop the rule. So, and I want to thank you everyone to signature for the petition. Because Taiwan, we have no voice. We don't have a voice in our world under China's pressure.And we stand here fighting for the petition. 感谢所有的日本人跟国际的所有的愿意为了台湾证明运动而奋斗的人。我们在台湾作为一个台湾人，我们在台湾也会为了自己的证明运动而努力。今天台湾也自己也有推出了东京奥运证明运动，而我们已经进行到了第二阶段，第一阶段已经过了，我们进行到第二阶段。台湾跟日本一起联手来实现，来阻挡中国打压的运动。
通訳させていただきます。私は、台湾人です。台湾人の陳カレと言います。また日本語が分かりませんと今回、初めて、日本に来て、2020年東京オリンピックの、声明運動に、参加させていただいておりますけれども、前はインターネットなど通由でいろんな一部の情報が、見てはおりますけれども、実際に現場に来て一つあれと思いました。何かと言いますと、ここは、我々台湾人にとってここは台湾ではなく自分のふるさとではないですけれども、なぜ日本に来て日本の方々から、そこまでの、人数が応援してくださるのか、本当に温かい気持ちでいっぱいです。で、我々台湾人としてはね、自分の名前台湾ではなくてチャイニーズ台北という名前で、2020年東京オリンピックで、という名前でしか出場することが許されない現状ではありますけれども、それは中国からのプレッシャーであって、明らかにそれは人権侵害です。例えば自分の名前で、呼べずに自分の名前で名乗ることができないというのが、まずその自分が存在すること、ことが許されない現状ではあります。それは皆様に例えをすれば、日本人だから日本人 を名乗ることができないだよっていうのが、それ明らかにそれは気持ちが悪いんですよね。我々台湾人は今そういう状況に押し付けられてはいるような状況です。そのような状況においては人権侵害でもあり、そういう国際社会においてはそれ明らかな悪意でしかないです。そのような状況においては、今回2020年東京オリンピックは、まあ、名前の通り、東京ではありますけれども、中国ではなく、中国領、日本ではなく日本で開催することではありますけれども、我々台湾は自分の名前は出られないというのがおかしいだと思います。なぜ、そこまで応援してくださる日本人の方々がいるのに、日本は日本の、東京都議会から、台湾という名前で、出させていただくことができないのでしょうか。我々には不可解です。長い歴史も共有しながら今に至って現在の、国際社会には、お互いな、有効な状況でもあって、お互いに、まあそういう、よろしくない話、例えば地震があったり震災があったり、何か災害があったりすると、最初に手を差し伸べすのがお互いですよね。それは、ただ台湾から一方的に日本を助けるじゃなくて、台湾からも、日本からも台湾にいろんな助けを、我々もいただいてきました。そういうような状況は、お隣同士ですから、助け合うのが、かつて日本人の美徳ではないでしょうか。今回は、隣の台湾は我々台湾人として今回日本に来て、まあ、厚かましいお願いかもしれませんけれども、本当に皆様の国で開催される東京オリンピックですので、我々の名前で出させてもらいたいんです。ただ自分の名前を名乗らせていただきたい、それだけです。本当にそういう力を一人一人の力がわずかかもしれませんけれども、そういう力を合わせて、やがて東京都議会に提出して、なんとか、2020年東京オリンピックにおいては台湾はチャイニーズ台北ではなくて、台湾は台湾の名前で、出してもらいたいんです。ただそれだけです。まあちょっと気持ちが開けてしまうこともちょっとね、すみません、ちょっと、緊張っていうか、ちょっと、気持ちがちょっと波が出てしまうんですけれども、本当に我々からするともう死活問題です。もう自分の名前で許されないというのが明らかにおかしいです。まして皆様の国で日本で起きていることが、我々台湾人は長い間で日本に日本だけが助けてくれると知ってきましたので、今回は日本だけも見ててくれるかなって正直不安も抱いております。その、我々のそういう、信頼関係を崩さないようにもとも皆様の力が本当に欲しいんです。我々だけではね、東京都議会に動かすことができません。それは皆様の力があっての話です。
だから、そういう、日本語がわからない人でも、日本語が下手な私でも、なんとか、話をかけて、声をかけて、なんとか力をお借りいただければ、日本のお偉いさん、そういう東京都議会に、なんとか、声を、聞いていただければ幸いだと思っております。本当に、皆様の、週末に、お騒がせ、してしまうことが、申し訳ない気持ちでいっぱいではありますけれども、本当に、30秒で1分間でいいから、署名していただければ、やがて東京都議会に、出すつもりではありますので、皆様にもご迷惑をおかけいたしませんし、何か起こることもいたしませんので、私も、署名いたしましたので、ご安心ください。本当に、そういう NGO の台湾研究フォーラムを、こんなことが起きていても私たちはくじけません。本当にご協力お願いいたします。まあ、こんなことも、まあ、日常茶飯事ですから、我々も今回は、3人のメンバーは台湾から来ましたけれども、私は日本在住なので、こちらの、台湾研究フォーラムの日本人の方々と、1年をわたって活動してまいりました。こういうような状況、風なり、喧嘩してくる人もいたり、いろんな状況を立ち向かってやってまいりました。まあ、いろんな、そういうアタックも受けてはいるんですけれども、それも負けずに、なんとか、お力をお貸しいただければ、本当に幸いだと思っております。通訳と言いながらも、ちょっと自分の気持ちも、半分くらいは込めてしまいましたけれども、本当にわずかな時間で、大丈夫なので、ご署名のほどよろしくお願いを申し上げます。新彼と私通訳リンです。よろしくお願いいたします。以上です。在这里我要再次感谢日本人，因为其实台湾冬奥正运台东京奥运台湾证明这个运动是由日本发起的，是由日本先开第一枪为台湾发起这个运动，这也反映出其实台湾人民长期在中国的打压下已经习惯这种被矮化的姿态，已经习惯这种被矮化的状态，但是日本看见了我们的无助，看见了我们的无能为力，而为我们发起了这个运动，让岛内台湾人真正的明白了一件事，也意识到我们是可以有自己的名字的，我们是可以有自己国家的尊严跟荣耀的。感谢所有为台湾发起这个请愿的日本人，你们是台湾最大的后盾，最坚实的勇气支柱。在台湾，其实很多人对于 Chinese Taipei 这个名字还没有意识到，这是被矮化的姿态，只认为这是国际现实。但今天日本站出来，告诉了我们，这个状态是可以被打破的，这个状态是有国际愿意为我们发声的。因此，日本人，你们所为台湾做的事情，对台湾来讲意义非常的重大。在此，我们再多的感谢也无法表达心中对你们的感动。今回は、2020年東京オリンピックの、台湾生命運動に、参加させていただいて、誠にありがとうございます。また、先ほども、申し上げてはありますけれども、本当にたくさんの日本人の皆様から、応援をいただいて、という、NGO に PO のスタッフの、方々にも、感謝の気持ちを込めて、御礼を申し上げたい所存であります。我々
なぜかと言いますと、台湾生命運動は台湾人は自らやるべきなのに、最初にその、発起していただいているのが日本の方々です。それは私台湾人からすると恥ずかしい限りです。我々の力不足ではありますけれども、でもね、そういう応援してくださる日本の皆様に、激励されていて、私も、今、自分の足で現場で、やってまいりました。微力ながらですけれども、今日だけかもしれませんけれども、力になれれば我々も一つになって気持ちを合わせて、なんとか皆様に声をかけて東京都議会に出す予定の東京オリンピック生命運動の署名をということを求めてあります。本当にお願いを申し上げます。我々はただ自分の名前を名乗りたい学生ではあります。自分の名前は台湾ではなくて、台湾はなぜチャイニーズ台北になってしまうのか理解できません。台北は台あすみません台湾は台湾って当たり前です。私も新さんも、台北出身ではありません。台湾は、台湾です。チャイニーズ台北という名前は台北も入っていて、私たちを代表することが、できかねないです。というような状況を変えるために自分の名前を出したくて、今回は2020年東京オリンピックには皆様の国日本で開催することではありますので、皆様の力を借りなければいけません。なので再三に大声で強職ではありますので、強職ではありますけれども、本当にご協力ご署名のほどをお願いを申し上げます。本当に再三ではありますけれども、少しだけで時間で大丈夫なので、ご署名のほど、お願いを申し上げます。以上です。すみません、まだあります。其实在历史上，台湾曾经有一次以 Formosa 的名义参加奥运，有两次以台湾的名义参加奥运。然而在中国崛起之后，慢慢的台湾的名义 Formosa 的名字就从国际赛事上消失了。这代表中国强权的打压着台湾，打压着台湾人民的意志。这也代表中国作为一个威权的政府，作为一个反民主的政府，它的崛起，它的打压台湾，代表着反威权、反民主的胜利。所以今天我们站在这里捍卫的不只是台湾人的尊严，捍卫的不只是台湾国家的国格，捍卫的不只是属于台湾国家的荣耀，我们捍卫的，我们共享的是一种对于威权、对于反民主的政府的反抗。我们今天要反抗的是中国，它作为一个世界强权，它想要收回好不容易从二次世界大战之后所建立起来的民主体制、民自由体制。有人说，这世界上最悲惨的流连，就是在自己的国家上流连。而台湾的人民，每一个人民都在面对着这样的问题。我们在自己的国家上，让我们流离失所，因为我们没有自己的名字，我们没有办法找到自己的认同，没有办法找到自己的根。这个运动最大最大的目的，其实就是集结了台湾人民所有的意志，向世界发声，向国际发声。我们作为台湾人，我们想要用台湾队来主宰。我们作为台湾人，我们有台湾的荣耀，台湾的尊严，我们要用台湾来告诉世界，我台湾不是中华台北，台湾是一个独立有政府实权的国家，它从来就不属于中国的一部分，它不该被冠上 Chinese， 它不该被冠上中国的一省这个名义。所以我邀请大家，也恳请大家，恳请各位走过的各位一起看我们来捍卫亚洲东亚所拥有的民主跟自由，一起来对抗中国威权政府的打压。我们一起
一起将东亚的民主跟自由推向新的一步，推向更高的境界，阻止中国霸权的扩张。感谢所有日本人，更感谢在场所有为台湾证明运动而努力而出席的各位。看到你们，让我们觉得自己做得不够多，我们在台湾会更努力，更努力的追求证明这件事情，更努力的找回自己的尊严。谢谢你们，谢谢所有在场的日本人，这样子帮台湾，我们再多的感谢也无法表达心中的感动，感谢你们。ありがとうございます。陳さんからの演説は最後になりますけれども、それも最後まで通訳させていただきます。今回は、本当に、署名活動を参加していただいたんですけれども、まだ途中ではありますが、本当にいっぱい感激を、そういう激励も受けてあります。それは、我々台湾人は自分の名前で、そういう平和の祭典と言いますかね、東京オリンピックに自分の名前で出たいと、そういうような気持ちで、動いているだけです。自分の名前で、皆様はご存知ですか。かつて1950年代に台湾は一度、チャイニーズ台北ではなく台湾でもないではあるんですけれども、フォルモーサっていうような、まあちょっと説明をしますと、昔のオランダに、植民された当時オランダ語で、美しき島というような、オランダ語で、フォルモーサという別称はあるんですけれども、まあ、折り合いといいますかね、接種といいますかね、そういうような名前で、1950年代で一度、前の東京オリンピックに出場することができました。でもそれも50年以上前の話ではあります。今は2020年東京オリンピックにおいては、フォルモーサどころか台湾ももちろんダメなので、チャイニーズ台北という名前でしか出場することができない現状であります。というのが、ただ台湾の名前だけじゃなくて、人間を称えようすると自分の名前を名乗らせないというのが、先ほども申し上げたように、それは明らかの人権侵害です。それはつまりあなたはもう存在しないというようなことも当然です。ただの人権侵害にもとどまらず、国際社会においてはそれは明らかの、差別というようなプレッシャーをかけまくってくるのが、それは中国の企みでもあります。別に中国にそういう攻撃的な発言を、発するつもりではありませんけれども、でも中国が今まで台湾に対して、プレッシャーをかけてくることが、揺るぎない事実ではあります。それは、見過ごすか見過ごさないか、ただそれだけの違いだと思います。日本人の方々からするとどれくらいの、プレッシャーを受けているのか存じ上げませんけれども、我々台湾人は一日たりとも、中国のプレッシャーを受けていない日はありません。それは70年前から今まで中華民国のままで押し付けられているのが現状です。皆様は中学校高校生で勉強されている、海外の歴史は、中国に関しては、まあ、民進からは中華民国、中華民国は1945年、滅んでしまい、台湾に逃げ込んでまた中華人民共和国が作られたというような歴史を、勉強されているかと、思ってはおりますけれども、でもその中華民国は台湾にというような犠牲獣のように犠牲をして、台湾って残っているようなという統治といいますかね、植民といいますかね、というような状況で、台湾ってまあ残念ではありますけれども、台湾に現存しております。我々台湾人は自分の国、台湾という国の名前は許されなく、まず国を作るのがまあ遠い話ではありますので、ただただ自分の名前、台湾は台湾だと、私は台湾人だと、私はチャイニーズ台北人ではないと、ただそれを言いたいだけです。そのためにやってまいりました。厚かましいお願いは私からも再三、申し上げたんですけれども、ただ自分の名前でいたいと、中国ではないと、
チャイニーズではないと、私は台湾人だとということを、ただ日本語を挟みつつなんとかお伝えできれば幸いだと思っております。本当にというような、公の場所で、言葉をかけるのが、正直、苦手だった私ではありますけれども、それでも勇気を振り絞ってなんとかお分かりいただければ幸いだと思っております。日本人ではない私でも、ただ日本語を交えてもなんとか、署名いただければ、本当に感激ではあります。本当にわずかな時間でいいので、ご署名のほどよろしくお願いを申し上げます。私、通訳の、リンと、チン・カレーさんから、お送りいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、今お話しいただきましたのは台湾の基地とメンバーの、チン・カレーさんでした。ごめんなさい、こちらは台湾研究フォーラムです。